そおたむらーの皆様、にーたまごです。今回はにーたまごが痩せるためにやめた7つのことをご紹介していきたいと思います。でこれね、痩せるのはもちろん痩せた後に太らないっていうのにもつながってくるので、ぜひぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。それでは最後までご覧ください。それではいきましょう。にーたまたまごごチャンネル。それでは皆さん、チャンネル登録ボタンをポチッと押してください。押してくれた方はチュッチュッチュッ。痩せるためにやめた7つのこと、まず1つ目がこちら。ご飯を食べないダイエットをやめた。昔から私の動画を見てくれてる皆さんはご存知かと思いますが、私もすっごいやってきました、食べないダイエット。5日間断食とかね、もう本当にね、今まで断食動画もたくさん出してきましたが、やっぱりね、食べないダイエットをするとその反動もすごいし、肌のツヤも悪くなるし、体調も悪くなるしで、なかなかにね、成功しないダイエットの1つでございます。なので食べないダイエットを今やっている子は今すぐやめてほしい。私が身長151cmなんですけど、マックス48kgぐらいまで行ったのかな。だいたい今41kgか43kgぐらいを行き来してるんだけど、その当時食べてた量よりも今の方が食べてるんですよ。でびっくりするじゃん。私もこんなに食べて大丈夫かなって思うんだけど、逆にね、食べた方が出るんですよ。今毎日ちゃんとみんな出てますか？意外と女の子って毎日出てない子多いんですよ。それってね、食べないとやっぱ出ないから。食べないダイエットをして出なくって、腸の中にその老廃物が溜まって、そしたらどうなる？内側から外に出てくるじゃない。鼻にもすごく出てきて、もう本当に悪循環なんですよ。だから食べないダイエット本当にダメで、今私ね、腸内環境を整えるっていうのをすごい意識してやってるんだけど、出すっていうのは本当に大事なんですよ。だからね、食べるっていうことプラスで漢方を飲むようにしてます。でこの漢方を飲むことによって本当に出るんですよ。出るようになってから体重が増えないんですよ。だからなんか食べて太るっていうのはちゃんとご飯を食べてないと思うんだよね。なんかアイスとかお菓子とかをすっごいいっぱい食べたら、それは確かに脂肪になるけど、ご飯をちゃんと食べてたら太らないんですよ。脂肪を燃やすためのエネルギーを摂取しなきゃいけないんだけど、その脂肪を燃やすためのエネルギーをご飯から私たちはね、吸収してるの。だけどそれをしなかったら、脂肪を燃やすためのエネルギーがないから脂肪が燃えないんだよ。だからね、痩せないんですよ。私が飲んでる漢方がこちらです。これね、消化汗っていう漢方なんだけど、これをね、1週間飲み続けたっていう動画を先月出してるので、まだ見てない子は見てほしいです。概要欄にも貼っときます。で、これをね、私が今年の3月ぐらいかなからずっと飲んでるんですけど、すごくよくって、これをね、飲み始めてからちゃんとご飯も食べてでして、太らなくなったんですよ。まあ、ちゃんと食べてるからこそ爆食いっていうのがなくなって、ちゃんと安定したご飯の量にすることができたので、だから爆食を防ぐっていう点でもすごくおすすめです。はい、こんな感じのパッケージなんだけど、そう、むくみすごく取れるのね。だから私も本当にそうなんだけど、むくみやすいなっていう子はおすすめです。漢方の詳細も概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。次、痩せるためにやめた7つのこと、2つ目がこちら。座ったまま食べるのをやめた。はい、ということで、もうこれどういうことかっていうとね、まあ、こう食事をするときにさ、こう座って食べてるじゃん私たちって。これはね、煮卵流なので全員に当てはまるわけじゃないと思うんだけど、お腹にさ力入れてずっとこうやってシャキーンっていう姿勢のまま座ってる人ってなかなかいないと思うの。大体はちょっとゆるって座ってご飯食べるじゃん。そうするとお腹ってどうなるかっていうと、座ってる時のお腹出てるんですよね。なんて言うんだろう、緩んでるの。そうすると緩むと食べ物いっぱい入るじゃん。だからこういうことはない？ご飯いっぱい食べて立った後に、あれ意外とお腹いっぱいだったっていう時ありませんか？あるよね。それと同じで、立つとお腹がキュッと締まるんですよ。やっぱその立ちの姿勢の時の方がキュッて締まるから、だからお腹にね、食べ物が入りづらくなるの。だからね、私がよくやってるのが、食べてる最中にちょっとお手洗いとか、ちょっと一回立つとかやるのね。そうすると意外とお腹いっぱいだなって気づくことができるんですよ。だからご飯本当に私食べ過ぎちゃうな、一食の量バカ多いなっていう子いると思うんだけど、そういう子はそれを防ぐために一回立ってください。食事中に立つっていうのはマナー的に悪いかなとも思うんだけど、私は本当にお手洗いに行くとか、ちょっとまあ家の中でだったら全然大丈夫だと思うので、立つっていうのをぜひやってみてください。次、痩せるためにやめた7つのこと、3つ目、体重
計に乗るのをやめた。これね、結構ね、おすすめする。体重計に乗ってもいいんだけど、体重計に乗るんだったら、すっぽんぽんになって鏡の前で立ってた方が絶対いいです。で、なぜかっていうと、同じ体重でもやっぱ脂肪がついてるところって人によって違うんですよね。だから、体重だけで数値を見てると、あれ？なんか体重減ったのに、見た目的になんかここら辺めっちゃお肉ついてるなとか、変わらない部分も出てくるから、だから、私はお尻にいっぱい脂肪がついてるな、じゃあお尻の筋トレメインでやった方がいいなって、そういう感じでダイエットを勧められることができるので、体重計に乗るんだったら鏡の前にポンポンで立ってください。私が体重計に乗るときは、ジムに行ったときにその筋肉量とかを見るためにね、体重計に乗るんですよ。家ではね、今私乗らなくなりました。真実は鏡の中にあるということで、鏡を見てみてください。次、痩せるためにやめた7つのこと、4つ目がこちら、座ったまま寝とふりを見るのをやめた。また座った姿勢をね、言っちゃうんですけど、座ったまま寝とふり見てる時間めっちゃもったいないです。座ったままでいいから、どっか動かす、なんかストレッチしながらやるとか、もうほんとその見てるだけの時間ってすっごいもったいないのね。だから私も寝とふりを見るついでに、じゃあ散歩行こうとか、なんかちょっとこう座ったまま見てるんだけど、足だけこう足パカやってこうとか、どんな時にもながらダイエット意識してダイエットする、これをね、めちゃめちゃおすすめします。運動とかが苦手な子って、楽しくないじゃん。運動中ってさ、別に娯楽がないわけだから楽しくないんだけど、寝とふりを見ながらやってたら楽しいじゃん。もう脳みその中ではもうアニメ見てたり映画見てたりでいいわけだから、そしたらね、動くっていうことが楽しくないじゃなくて、楽しみながら動けるんだっていうのに変換されて、もっともっと運動するのが好きになると思う。運動苦手だなって思う子とかも、ちょっとこれをやってみてください。では次、痩せるためにやめた7つのこと、5、無意識で立つのをやめた。今度は姿勢ですね。無意識で立つのをやめました。すっごく私姿勢が悪いんですよ。立ってる時の姿勢がね、ちょっとね、猫背になってて、下っ腹が出てて、なのに反り腰で、で、お尻が出てるっていうね、こんな姿勢になってるんですね。で、これをね、常にしているとどうなるかっていうと、お腹に力を入れてないから、まずお腹の筋肉がつかないんですよ。もうこれをやり始めてから、お腹がすっごいずーっと出てるなっていう思いをしなくなったの。だからね、どんな筋トレをしてでも日常的な姿勢を保ってられない人はお腹出ます。常にさ、人から見られる時って日常の姿勢を見られるのね。座ってる時の日常の姿勢、立ってる時の日常の姿勢を見られるわけじゃない。だから、もしそのお腹が出てるなって思うんだったら、日常的に立ってる姿勢を意識する。もうこれをやってください。立ってる姿勢を意識するのにめっちゃおすすめなのが、エスカレーターとかで映る自分を絶対に見ること。ちょっと恥ずかしいかもしれないけど、エスカレーターとかお店のショーケースとかに映る自分を見て、こうやって姿勢を直すの。そうすると立ってる時の姿勢があらゆるところで見れるので、めっちゃおすすめです。やってみてください。次、痩せるためにやめた7つのこと、6つ目がこちら、夜更かしをやめた。みんなね、これ分かってると思うけど、夜起きてたら何が起きますか？そうなんです、夜食が食べたくなる。夜食食べるとどうなるかっていうと、昼間に同じものを食べてたとしても夜に食べた方が吸収しやすいのね。だから太りやすくなるんですよ。だから夜に食べないためにも寝てください。しかも夜に寝るといいってことがもう一つあって、肌の治安が良くなるのと顔が可愛くなる。もうこれです。夜寝てない人ってすごい顔がね、怖くなっちゃうから、可愛くない顔になっちゃう。しかも肌の治安も悪くなっちゃう。だから体型だけじゃなくって、キラキラしたものを内側から出すためにはやっぱりそこが重要なんですよ。体型だけのためじゃなくて、可愛さのために寝ましょう。では次、痩せるためにやめた7つのこと、最後7つ目がこちら、痩せなきゃをやめた。私はね、痩せよう痩せよう痩せようっていうのをもうやめました。で、何を言ってるかっていうと、痩せなきゃを可愛くなろうにしたので、みんなにも言ってるのが可愛くなる宣言っていうことでね、もう可愛くなればいいじゃんっていうのを言ってるんだけど、なんか痩せなきゃって思ってるとさ、食べたことに罪悪感を感じたり、痩せるためにできなかったことをすっごい悔やんじゃったりするじゃない。そうするとどん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 追い詰められて、あーもうできないやっ
って挫折しちゃうんですよ。だからダイエットだけをこう頑張って痩せよう痩せようってやってるとね、やっぱりどうしてもうまくいかないことが多いから、だから可愛くなろうってしてたら、ダイエットがちょっとうまくいってない時でも、じゃあ可愛くなるために他のことをやってるんだから大丈夫だなとか、そういう風にできると思うのね。私も全く一緒だったから分かるんだけど、痩せなきゃって焦ってる時の自分って可愛くないから、もちろんね痩せることも可愛くなる一つだとは思うんだけど、ただ痩せることだけが全てじゃないんですよ。表情とか考え方とか、どうやって過ごしてるかとか、そういうところからも可愛さって出るから、痩せなきゃ痩せなきゃ痩せなきゃってするよりかは、可愛くなろう可愛くなろうってしてた方が絶対可愛くなれるのでちょっと自分をね許す場面とか、そういう部分も作りつつ可愛くなれればすごくいいと思います。はい、ということで私が痩せるためにやめた7つのことでございました。ね、その頑張りすぎても続かないし、自分を追い詰めるだけだし可愛くなれないっていうことがすごくよく分かって、追い詰めたり完璧主義になってしまうっていうのをやめてから本当にね太らなくなったんですよ。でも最近すごい可愛くなったねって言われることがすごく多くなって、本当にありがとうございますまあその可愛くなる宣言っていうのをみんなと一緒にやってるのはもちろん、私も痩せなきゃっていうよりかは可愛くなろうって思ってやってるから、そのせいなのかなってすごく思ってる。ということでね、みんなも自分を追い詰めすぎずに可愛くなっていきましょう。では参考になったなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回、バイバーイ。バイセコバイバイセコバイバイ。